皆さんこんにちは、劇団池田商会代表をやっております滝本雄一と申します。よろしくお願いいたします。劇団池田商会劇団がおすすめする漫画を、紹介するこの池田漫画話、今日で328回目となりましたが、今回私が紹介するのは、ごめんなさい、さっきの嘘ですが、回数は嘘ですから、はい、紹介するのはこちら、柘植義晴の源泉館主人。まあ、といっても源泉館主人は1話しかないので、どちらかというとこの作者柘植義晴についてお話をしたいなと思います。では私のまずおすすめのポイント、1番目、柘植義晴の漫画は絵が適当。はい、もうこれかなり適当です。で、実はこの柘植義晴という人は水木しげるのアシスタントをアルバイトでずっとやってたらしくて、月1週間水木しげるところでアルバイトしては辞めて、翌月また1週間アルバイトしては辞めてというのを繰り返して生活を立てていたそうです。まあ、どんな漫画とか画風かといいますか、ちょっとエッチな部分もあるんですけど、まあちょっとですね、こんな感じのなんかちょっと暗い感じの絵ですね。はい、でこの頃は結構割としっかり描き込んだ漫画を描いてます。これ源泉館主人。はい、ところがですね、これ短編集なんですが、源泉館主人後ろの方行ってみますとこんな感じです。もうすでにキャラクター自体がもう全然もうなんかちょっと簡略化されちゃってますね。で後期になるともっとひどいです。もうなんだよそれ、小学生でも描けるんじゃねーみたいな絵になったりします。まあなんか最近でもよくありますよね。最初の第一巻の時はものすごく絵が下手なのに、なんか売れてきだしたら十何巻でものすごい絵が上手くなってるとかってありますよね。柘植義晴の場合は逆です。だんだん下手になるだんだん下手になります。でまあでもこれは、まあ、柘植義晴自身っていうのが芸術漫画みたいな、芸術漫画家だというふうに言われてます。なので、まあ、ちょっと芸術家傾向に走っちゃった漫画みたいな感じですね。だから絵もちょっと抽象的になっていったりしてます。まあいろんな作品がありますのでぜひご覧ください。では2番目の面白いポイント、おすすめしたいポイント、柘植義晴はの書く漫画は意味がわからない。はい、これもおすすめしたいと思います。どの漫画を撮ってみてもですね、結局何を伝えたいのかさっぱりわからない。で、例えばですね、源泉館主人のラストのページちょっとじゃあ見てみましょう。さっきと違う、はい、何を伝えたいのか全然わからないですね。仮面をかぶった男の人が宿屋に入ってきて終わりっていう、全くわけのわからない話ですね。はい、で他にも、結局それって何言いたいのみたいな話が結構多いです。で普通ならですね、私も作家ですから、この本は何を伝えたいんだろうみたいなことを考えて読んでみたりするわけですけど、柘植義晴の本に関しては考えるのもちょっと馬鹿らしいなと思って、あんまりこう意味を考えずに読んだ方がいいかなって思います。結局のところ意味ないんじゃないかって思ってます。はい、それでは3つ目のポイントいっちゃいと思います。柘植義晴の漫画はとにかく似た設定が多い。はい、とにかくいっぱい短編いっぱいこの人書いてるんですけど、例えばこの源泉館主人、源泉館主人の短編集ですね、これのうちの3つ目、1作目2作目3作目全然別の短編なんですけど、大体話ちょっと似てます。旅に出て旅行先のね、旅館のね、おかみさんに取り入ってそこの主人に収まるっていう話です。3つとも大体そんな感じの話です。もうこれもう本人の願望としか思えませんもう大体そんな話です。で下手したらですね、もう収まるとかじゃなくて収まりたいなで終わっちゃうやつもあります。
で、大体こう主人公が付き合う女性は他の人に寝取られたりとか、とにかく暗い話が多いですね。で、まあ、ウィキペディアでちょっと柘植義晴ちょっと見させていただきましたが、とにかく今も存命なんですが、とにかくダメな人です。もういろんな病を患っていらっしゃるんですが、とにかくダメな人なんです。で、そのダメな人加減がですね、もう漫画描いてはやめ、そして数年間漫画を描かず、そしてかみさんに怒鳴られてまた漫画を描き出してやめるみたいなのをずっと繰り返してますね。で、まあ、その間病気もいろいろあるんです。で、そんなものを全部集大成した作品っていうのもあります。無能の人と言われる漫画ですね。で、この無能の人は、竹中直人が映画化してますね。最後におすすめしたいポイント、柘植義晴の漫画でおすすめしたいポイントは、すごい人は一切出てきません。全員ダメな人です。とにかくダメな人ばかりが出てきて、何をするでもなく日常を過ごして寂しさが残るという漫画ばっかりですね。はい、これはまあ一つこの柘植義晴の漫画を読んで皆さんに感じていただきたいなと思うことは、自分も大概ダメな人間だけどこいつには負けるなって思ってほしいなと思います。で、まあそんな源泉館主人なんですが、私がこの柘植義晴っていう人の漫画にハマったところをちょっとお話ししましょう。もともと私竹中直人監督の映画が好きで、まあ、特に東京日和って映画が好きなんですが、その竹中直人が、無能の人っていう映画を撮っていて、あ、これ原作漫画らしいということで、まあ、ちょっと読み始めたのが最初ですね。で、一番最初に手に取ったのがこの源泉館主人です。で、まあ、源泉館主人こう読んでみたらですね、まあ、最初読んだ時はですね、これで終わり、どういうことって何回も読み返しました。もうこれ以上ないくらい読み返して、もうコマの隅々まで見たんですけど、もう今でも分かんないですね。まあ、その不可解さといいますか、なんていうんですかね、謎、もう今考えても分からない、ある日これが気づくことがあるんじゃないかなっていうところがまた一つ柘植義晴の魅力でもあるかなと思いますね。はい、まあ、そんな魅力を皆さん発見していただくような共感できる漫画もしかしたらあるかもしれません。ごめんなさい、あなたがダメだって言ってるわけじゃないんですけど、まあまあ、よほどダメな人間じゃない限りは、まあ、ちょっと分かんないかもしれないですけど、まあ、ぜひご覧ください。ということで、まあ、漫画の話をつらつらといたしましたが、なぜその漫画の話をしているかというと、こちらでございます。漫画池田商会、まあ、過去劇池田商会15周年記念公演、漫画池田商会という公演を今度行います。芝居ですね、お芝居です。日時は3月24日から27日、7回公演でございます。会場は福岡市中央区平尾にある風花イベントスペース、風花でやります。各位私も1本書いておりまして、で、まあ、ちょっと見どころをという話だったんですけど、まあ、漫画表現っていうのがいろいろありますよね。例えば思いついた時にこうピコーンってこう電球が出るとか、まあ、ああいう技法を使ってこうちょっと演劇ができないという試みをちょっとしてみようという、まあ、そういうにちょっと挑戦してみようというのが今作でございます。私もちょっといろいろ漫画について勉強いたしまして、というのをちょっとつまんでみようかなと思っております。私まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、ハイスクール鬼面組というのがありまして、ハイスクール鬼面組の主人公なのかな、まあ、一条霊ってやつがいるんです。そいつに昔から似てるって言われました。まあ、なんかそういうつながりもあって漫画は意外とできるんじゃないかなと思ってます。ちなみに三頭身にはなりませんので、足からです。頑張りますこんな感じでいいですかということで、漫画池田商会よろしくお願いいたします。